は一人で遊ぶ勝ち抜き形式のモードだ。マップやルールを自由に選んで遊べるモードだよ。今使っているゲーム機でみんなと楽しく遊ぶこともできるよ。何人で遊ぶのだ？さあ、プレイ人数を選ぶのだ。今日は一人で遊ぶのだな。今日はどのキャラクターで遊ぶのだ？我が輩に聞こえるように貴様の名前をしっかり選ぶのだ。これで貴様の参加が決定したぞ。対戦相手は誰にするのだ？対戦相手はこれでいいのか？後悔はするなよ。今日はどのマップで遊ぶのだ？冥王はどんな戦い方をするのかしら。大魔王と似た匂いをさせた奴がいるな。気に入らないぜ。今回のゲームはすっごく楽しみ。みんなで仲良く遊びましょうね。俺の名はテリー、さすらいの剣士だ。俺の作戦が気になるようだ。リーザス村のジェシカ・アルバートよ。みんなよろしくね。このお店からどんどん大きくしていくの。あなたには負けないんだから。よーし、思いっきり投げちゃおっと。何も考えずにはしゃげるやつが羨ましい。さてと、
次はどの店を狙うかな。何をぼさっとしているんだ。さっさとダイスを振るんだな。このダイス、すっごく大きい。ちょっと。私が店長さんか。ちょっと照れくさいけど、精一杯頑張ります。俺は相当強いぜ。負けても泣くなよ。俺のやり方をよく見ておけ。これが一流の剣士の戦い方だ。もう早く。私の宿屋に泊まりに来てくださいね。宿屋の仲間が応援してくれているから、私一人でも心細くないよ。ちょっと焦らないで一歩一歩進んでいけば、いつか必ず夢は叶うんです。やるからには勝たせてもらう。どんなことでも勝負には勝たないと意味がないからな。さすがにかなり警戒されているな。だが俺を止められるか。ちょっとこのダイスって大きすぎない？いいスタートだわ。へえ、うん、あなたって思ってたより強そうね。守護天使様、どうか私のことを見守っていてください。この勝負、さっさと片付けさせてもらうぜ。ここからが本番だ。覚悟はいいか？やっと私の番ね。ガンガン行くわよ。宿王グランプリで優勝した立夏の宿屋をよろしくお願いします。小さくて可愛らしいお店ですよね。私は結構好きですよ。俺は暇じゃないんだ。さっさと済まそうぜ。やっぱりゲームはこうしてみんなで遊ぶのが一番よね。あまりこういうゲームはしたことないけど、精一杯頑張ります。ちょっと、うん、
いい場所。ここならお客さんがいっぱい来てくれそうね。一流の剣士の剣さばき、お前に見切れるか。戦いはまず位置取りから、兵法の基本だろ。思いっきり投げたらいい目が出るのよ、きっと。やったやった、私って結構稼働運いいのかも。お金を集めるゲームか。宿屋で学んだことを活かせるといいな。この勢いでエリア独占を狙っちゃおうかな。そうせかすな。ずるい。何のことやらさっぱりだな。いい目が出ますように。それは、うん、いいなぁ。うん、私も頑張ろっと。冒険は怖いし危険だけど、でもそれを乗り越えた先に発見や感動があることを私は知ってるの。ちょっと、こんなヘナチョコの相手しかいないところにいても何にもならないな。安心してね、たとえ負けたってメラゾーマは使わないから。これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。お城にぴったり入れるとすごくいい気分になれるよね。次はどこに行こうかな。よし、決めた。あんたの実力はどうなんだ。俺は結構鍛えているつもりだぜ。これでまた最強の剣士に一歩近づいたな。私ね、今もうすっごくドキドキしているわ。私ってほんと怖いくらいついてるわ。それで守りを固めたつもりか。攻め方はいくらでもあるぞ。皆さん冒険者でしょうか。もしそうなら私の宿屋にいつか泊まりに来てくださいね。さて、やるか。分かってないようだから教えてやる。勝敗を決めるのは素早さだ。さて次は、よし、あれ狙っ
っちゃおっと。やれやれ、面倒なことをしてくれるぜ。宿王グランプリだけじゃなく、このゲームでも優勝してみせます。ちょっと、もし独占できたら宿王ストリートって名前にしようかな。すぐに型をつけてやる。俺が一流の剣士の戦い方というやつを教えてやるぜ。自分の番を待ってる時間がすごくもどかしいわ。優勝したらルイーダさんたちにお土産買って帰ろっと。ちょっと、どうだ、交換してみないか。悪い話じゃないはずだ。よし、3軒目だ。もうこのエリアはもらっても同然だな。グズグズするのは嫌いなの。ちゃちゃっと行くわよ。優勝したらルイーダさんたちにお土産買って帰ろっと。ちょっと、もしかして私邪魔しちゃいましたか。悪いな、先を急ぐんだ。今はまだ増資の時期じゃないな。ちょっと、このダイスって大きすぎない？皆さん、冒険者でしょうか。もしそうなら、私の宿屋にいつか泊まりに来てくださいね。増資をしなかった理由が気になるんですか。今は秘密です。
さて、やるか。マーク2つ目、宿屋を大きくするようにコツコツ頑張らないとね。ちょ、用事はさっさと済ませるか。最後のマークを集めて城に戻るとするか。マークもあと半分、レベルアップまであと半分。これで3つ目ね。最後のマークまでどうやって行くのが近いかな。じゃあ行くか。思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。お金を集めるゲームか。宿屋で学んだことを活かせるといいな。ちょっと。そうせかすな。やっと私の番ね。ガンガン行くわよ。4つ揃ったわ。お城まで遠いけど、今は戻ることだけを考えなきゃね。ちょっと。よし、マーク集め完了だ。さっさと銀行城を目指すぞ。私ね、今もうすっごくドキドキしているわ。これだけ期待してるってことよ。頑張って株価上げてね。
ままあなたに独占なんてさせないんだから。残りのお店買えるといいな。弱気になってちゃダメだよね。俺のレベルアップがそんなに怖いのか。幸運に頼る気はないさ。真に頼れるのは自らが磨いた実力だけだからな。残りのお店は意地でも買ってみせるんだから。これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。力がみなぎってくる。私もうすぐレベルアップするみたい。これで一段落だな。こんなもんでいいのか？もうこれだけしかお店ないの？ぼやぼやしてられないわね。私のことを見守っていてください。安さが売りのお店なのかな。へえ、いろんなお店があるんだね。残る店はあそこだな。狙いは定めたぞ。情けない店だぜ。安心してね。たとえ負けたってメラゾーマは使わないから。すぐに肩をつけてやる。思いっきり投げたらいい目が出るのよ、きっと。どこに行こうかな。よし、決めた。一流の剣士の剣さばき、お前に見切れるか。いい目が出ますように。それ
野道をグランプリだけじゃなく、このゲームでも優勝してみせます。ちょっと。どうやら急いだ方が良さそうだな。やっぱりゲームはこうしてみんなで遊ぶのが一番よね。はっ。あまりこういうゲームはしたことないけど。精一杯頑張ります。ちょっと。さて、やるか。思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。冒険は怖いし危険だけど、でもそれを乗り越えた先に発見や感動があることを私は知ってるの。この勝負、さっさと片付けさせてもらうぜ。こんなもんでいいのか？マークはあと一つね。わー、なんだかワクワクしてきた。そう、お店まだいっぱい残ってると思っていたのに、もうあれだけ。悪いな、先を急ぐ。グズグズするのは嫌いなの。ちゃちゃっと行くわよ。はあ、ついてないわ。こんな時に休みだなんて。被って怖いですね。こそ。皆さん、ダイスに当たらないように気をつけてくださいね。ちょっと。ちょっと。え、買い物量の半分もらえる？いいのかな、そんなにもらっちゃって。すぐに型をつけてやる。
情けない店だぜ。マークが揃ったんなら遊んでる暇なんてないわ。お城までとにかくダッシュよ。はっ、これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。やる気か？いいだろ、いくらでも受けて立つぜ。駆け足駆け足、急いでお城に戻らなくっちゃ。暇じゃないんだ、さっさと済まそうぜ。苦労があるからこそレベルアップも嬉しいのよね。勝負が決まったわけじゃない。やり方はいくらでもあるさ。こんなもんでいいのか？ちょっと、このダイスって大きすぎない？思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。レベルアップおめでとう。あなたはどのスキルをアップさせるつもり？このダイス、すっごく大きい。あ、ちょっと。店がもうない以上、戦い方を変える必要があるんだ。情けない店だぜ。お店が全部売り切れちゃったの？お店がもう売り切れ？もっと買いたいのに。
思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。宿屋の仲間が応援してくれているから、私一人でも心細くないよ。安さが売りのお店なのかな。へえ、いろんなお店があるんだね。何も考えずにはしゃげるやつが羨ましい。自分の番を待ってる時間がすごくもどかしいわ。うん、これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。お店売り切れちゃった。だけどこの状況を乗り切る方法がきっとあるはず。小さくて可愛らしいお店ですよね。私は結構好きですよ。ダイスとの相性が悪いようだな。それハッスルハッスル。よし、気合入ったわ。うん、これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。あまりこういうゲームはしたことないけど、精一杯頑張ります。運も実力のうちだが、増資できないのはきついな。この程度の力じゃ俺はまだ満足しちゃいないさ。やっと私の番ね。ガンガン行くわよ。思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。これが一流の剣士の戦い方だ。いい勉強になっただろ。冒険は怖いし危険だけど、でもそれを乗り越えた先に発見や感動があることを私は知ってるの。じゃあ行くか。やっぱりゲームはこうしてみんなで遊ぶのが一番よね。
このダイス、すっごく大きい。ジタバタしても無意味だ。増資ができるまで待つとするか。こんなもんでいいのか。それハッスルハッスル。よし、気合入ったわ。肩をつけてやる。早いとこレベルアップして次行くわよ。次私が宿屋を大切にしているように、あなたはそのお店をとても大事にしているんですね。よーし、思いっきり投げちゃおっと。小さくて可愛らしいお店ですよね。私は結構好きですよ。そうせかすな。情けない店だぜ。自分の番を待ってる時間がすごくもどかしいわ。さて、やるか。情けない店だぜ。グズグズするのは嫌いなの。ちゃちゃっと行くわよ。
あんたがいくらレベルアップしたところで俺の強さには追いつけないさ。皆さん、ダイスに当たらないように気をつけてくださいね。ちょっと。やるからには勝たせてもらう。どんなことでも勝負には勝たないと意味がないからな。安心してね。たとえ負けたってメラゾーマは使わないから。準備はいいか。すぐに息の根を止めてやる。優勝するためには株をうまく使わないといけないのに、株が全然買えない。ちょっと。安さが売りのお店なのかな。へえ、いろんなお店があるんだね。俺は相当強いぞ。負けても泣くなよ。こんなもんでいいのか。もう早く。うん、これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。株ってたくさん買うといいことがあるんだよね。ふう、欲しいな。そうせかすな。戦いを有利に進めるなら、時にはスタート地点を振り返ることも重要だ。さて次は、よし、あれ狙っちゃおうか。無駄遣いは良くないわね。ヤドウオグランプリだけじゃなく、このゲームでも優勝してみせます。こんなヘナチョコの相手しかいないところにいても何にもならないな。情けない店だぜ。私ね、今もうすっごくドキドキしているわ。安い時を狙ってきてるだろ、あんた。俺にはお見通しだ。
お土産買って帰ろっと。もうすぐこのエリアを独占できると思ったらドキドキしてきちゃった。あんたの実力はどうなんだ。俺は結構鍛えているつもりだぜ。こんなもんでいいのか。思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。守護天使様、どうか私のことを見守っていてください。安さが売りのお店なのかな。へえ、いろんなお店があるんだね。この勝負さっさと片付けさせてもらうぜ。安心してね。たとえ負けたってメラゾーマは使わないから。思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。皆さん、冒険者でしょうか。もしそうなら、私の宿屋にいつか泊まりに来てくださいね。すぐに肩をつけてやる。いいのが出ますように。それ。うん、これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。このダイス、すっごく大きい。ちょっと。小さくて可愛らしいお店ですよね。私は結構好きですよ。あんたの実力はどうなんだ。俺は結構鍛えているつもりだぜ。情けない店だぜ。もう早く。幸せを半分こですね。あなたの幸せのために私も頑張ります。
お金を集めるゲームか。宿屋で学んだことを活かせるといいな。小さくて可愛らしいお店ですよね。私は結構好きですよ。悪いな、先を急ぐんだ。思いっきり投げたらいいねが出るのよ、きっと。きっとサーベルト兄さんがこのバスに導いてくれたのね。株の知識があるなんて。冥王ともあろう者が姑息な真似を。いいぜ、相手になってやる。宿屋の仲間が応援してくれているから、私一人でも心細くないよ。一流の剣士の剣さばき、お前に見切れるか。あ、それハッスルハッスル。よし、気合い入ったわ。はっ、次はどこに行こうかな。よし、決めた。ちょっと、いきなりレベルアップ。貴重な宝の地図を偶然手に入れた時のような気分だわ。俺は相当強いぜ、負けても泣くなよ。こんなもんでいいのか。燃えてきた。これくらい安ければ気分よくお買い物できるわ。まるで賢者様みたいですね。よーし、思いっきり投げちゃおっと。ちょっと、はあ、ありがとうございます。皆さんの気持ちとお金は絶対無駄にはしません。何も考えずにはしゃげるやつが羨ましいな。こんなもんでいいのか。やっぱりゲームはこうしてみんなで遊ぶのが一番よね。Thank you.
まず一つ目。さてと、次はどこのマークを取りに行こうかな。ちょっと。さて、やるか。情けない店だぜ。ちょっと、このダイスって大きすぎない？はっ！思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。あなた慌てすぎよ。とても死の世界の王だとは思えないわ。じゃあ行くか。自分の番を待ってる時間がすごくもどかしいわ。あなた、まだ勝ったとは思わないですね。くそ、あんたが俺の株を狙うとはな。やるからには勝たせてもらう。どんなことでも勝負には勝たないと意味がないから。情けない店だぜ。思ってたより安かったんで助かっちゃった。ありがとう。あんたはもうゴールできるのか。いや、面倒なことになりそうだな。メタルスライムか。ヤドウォーグランプリで優勝できたからなんとかなると思ってたけど、私ゲームの才能ないみたい。正々堂々と戦って負けたんだもん。かえって気分いいくらいだわ。
聖者の運命をもてあそぶよう株を操れば容易に逆転できるのだ。貴様には無理だろうがな。剣の腕だけじゃ勝てない相手がいるというわけか。だがこのままおとなしく引き下がると思うな。貴様が店に来ると見越して最初から増資しておいたのだ。それに気づかぬとは愚かなやつよ。これだけは言わせてください。お店は値段じゃなくておもてなしの心が大事なんですよ。株の使いどころもわからぬ貴様ではやはり我の相手にならなかったな。愚かな聖者に出直してくるがいい。剣の腕だけじゃ勝てない相手がいるというわけか。だがこのままおとなしく引き下がると思うな。じゃあ今回の優勝者としてみんなに一言くれるかな。わずかでも我に勝てるなどと思ったか。だとすれば思い上がりも甚だしい。